38だから、4年前の写真だっていうのは葵の冗談なんです。何を言って、あの写真はあの日の数日前に撮ったものなんですよ。いや、まさかそんなわけがない。いいえ、事実です。そもそも僕らは4年前なんてカメラも持ってませんでしたから。信じられないというなら確かめてみたらどうですか。先生は匂いで違いがわかるんですよね。ああ、そっか、カメラをもらったばかりの頃の話。この匂い。いや、まさか、そんなはずは。そうだ、より確かな方法があるんだ。11年周期のものは、メシベの脂肪に含まれるアクトペプチドの量が通常種より多い。だから、メシベをすりつぶすと、その抗酸化作用で、ほんのり赤くなる。そうだ、すりつぶして赤ければ今院長押されたねあ、先生、黄色あ、なんか切な黄色、赤くないんだ。そうか、やっぱり刈り残すなんてありえないか。はあ、そうか、そうだね。いや、先生落ち込んじゃった。残念だよ。うわあ、なんかかわいそう。大丈夫先生急に切ないよ。このスプレーは預かるぞ。ああ。おかしいとは思っていたんだよ。すべてがうまくいきすぎると。これがその結果か。一木先生はなんで、どうしてそこまでしようと思ったんですか？そうだね。僕は小さい頃から父の研究のためだけに生きてきたんだよ。だからかな、同年代の友達なんて一人もいなかった。20年以上ずっとね。僕にとって友達っていうのは特別なものだった。どんなに憧れても絶対に手に入らない。本当に特別なもの、それが友達だった。そんな時思い出したんだ、カンナのことを。嬉しかったよ、心臓が飛び上がるくらいにね。正直記憶を消した父のことなんかどうでもよかった。とにかく嬉しかったんだ、僕にも友達がいたんだってね。だから友達のために何かをしてあげたいと思ったんだ。ハルト君はおかしいと思うかもしれない。でもね、理由なんて本当にそれだけなんだよ。たとえ自分の命を懸けてでも、困っている友達を助けたい。ずっとそういうものに憧れていたんだよ。結局、友達のためというより、憧れのために死にたかったのかもしれないね。でも、友達との約束のためなら死んでもいい。本当にそう思ったんだ。だからね、ハルト君、君のことも少し羨ましかったよ。でも7年前の僕は先生のことを、いや普通にいい人だね先生。
だけど冗談か。まさか4年前が冗談だなんて考えもしなかったよ。そんなジョークを言い合う友人なんていなかったからな。結局友達のために何かをしようとして友達がいなかったから失敗したわけか。はあ、そうか、ダメだったのか。あの日の約束を果たせるとそう思ったんだけどな。一木先生、今まで怪しいと思ってたのに、普通にいい人。なあ一木、俺との約束を覚えてるか？約束？ああ、LMD の治療法を見つけるって、そう言っただろ？それは、菊水が僕に言ったんじゃなかったっけ？細かいことはいいんだよ。俺はな、これから LMD 治療のために全力を尽くそうと思ってる。今更こんなこと言えた義理じゃないけどよ。手伝って、いや、一緒にもう一度研究してみないか？いや、やめとくよ。なんで、何か他にしたいことでもあるのか？今回の、この失敗を繰り返さないために、僕はコメディアンになるよ。え？コメディアン？なんだ？は？え？あれ？一木先生？コメディアン？菊水、冗談だよ。な、治療法の研究を手伝えばいいんだろう？わかったよ。手伝うよ。もともと僕らの父親が生み出した病気なんだ。それくらいするよ。そうか、よし。そうか、友達だからね、冗談言いたかったのね。あの、一つ聞いていいですか？ああ、もしかして LMD は僕らの父親が原因って話についてかな？別にそういうわけじゃ。あ、でもそれも知りたいです。そうか。と言っても、この言葉だけでほぼ説明できているんだけどね。言った通り、LMD は僕らの父親が研究を進める上で発生した副作用みたいなものなんだよ。僕も詳しくは知らないけれど、何百と実験を繰り返した人は、その弊害で記憶の共鳴というものを起こすらしくてね。さらに十数年後、その被験者たちはみんな謎の疾患にかかってしまったんだ。それが LMD だよ。そして何より重大なのは、 LMD が遺伝するということでね。もちろん 100% ではないけど、そのせいで自然には存在しない病気なのに患者がいなくならないんだよ。じゃあ、あの薬を飲んで何度もタイムリープした僕も LMD になるかもってことですか？ああ、それは大丈夫。方法はわからないけど、父たちは対策を取ったらしい。ハルト君が LMD になることはないよ。なるほど。じゃあもう一つ。一木先生はなぜ7年前にタイムリープしようとは思わないんですか？7年前に一度戻って、そこからさらに遡れば。ああ。それいいね。そうしようかな。冗談ですよね。うん、下手だったかな。あはは、ははは。すごい受けてますけど。まあ冗談は置いといて、それは無理なんだよ。
7年前あの日に戻ったとしても僕は次の日には記憶を失ってしまう。そうしたらまた同じことの繰り返しだよ。そうならないために父をなんとか騙して、さらに原料を手に入れて1日で準備を整えられたとする。でもやっぱり戻ったその日のうちに連続でタイムリープはできないんだ。脳がショートしてしまうんだよ。怖っ、ショート。だからね、どうしたって無理なんだ。へえ、へえ。勉強になるな。すごい、院長も知らなかった。じゃあ最後に、葵は7年前のあの日、先生が僕たちを助けに来てくれたあの時、どうやって亡くなったんですか？そうだね、僕が駆けつけた時、ハルト君はワクチンの影響で眠ってしまっていてね。そんな君を葵ちゃんは心配そうに見ていたよ。僕は箱のことを聞いてね、必死に壊そうとしたけど無理だった。お、またあれか、過去の。お、はあはあ、ダメだ、全く開かない。とても頑丈にできてる。そうですか。葵ちゃん、薬飲んでから何分くらい経ったかわかる？多分先生が来た時で20分くらい、今は30分くらいだと。結構経ってるね。あの薬は臓器売買のために作られた脳死薬のはず。え？確か20分以内にワクチンを飲まないと助からない。30分も経ったとなると、うわぁ、脳死薬。大丈夫、葵ちゃん、ここは病院だ。まずは診療棟へ行こう。歩けるかい？さあ。あの先生、よし、葵ちゃん、ここからは僕が背負っていくよ。さあ、捕まって。先生、ありがとうございます。でも、大丈夫です。ん？私はもう、助からないんですよね。それは、へへ、なんだかおかしいですよね。昨日まであんなに普通だったのに。私、死んじゃうんですね。何言ってるんだい、葵ちゃん。最後まで。いや、そうだね。こんなの偽善か。くそ、こんなこと。お、珍しい。薬のことなんか聞いてなかったのに。なんで？びっくりしてる。先生でもそんな風に怒ることあるんですね。葵ちゃん、僕に何かできることはないかい？何でも協力する。いや、させてほしい。もし苦しいなら、やっぱり診療棟へ行って。先生、大丈夫。私は苦しくありません。それより別のお願いがあります。僕にできることなら。じゃあまず、私が死んだら心臓をハルトに移植してください。それは、いや、わかった。葵ちゃんがそう望むなら。すごいね、この歳でさ、それが言えるってすごいよ。それから、この前会いに来てくれた養子を探しているご夫婦、もし縁があればハルトを。それは大丈夫、
あのご夫婦は確か君たち二人どちらも引き取りたいと言っていた。よかった。ああ、ハルト君の今の両親か。じゃあ三つ目。先生はハルトにいつか人間の記憶を消すことができると言っていましたよね。もしあれが本当なら、ハルトの記憶、私に関する記憶を全部消してください。確かに記憶は消せる。けれど、その条件では無理だよ。消すとなると全部消すか消さないかだ。葵ちゃんの記憶だけっていうのは。そうですか。わかりました。じゃあ全部消してください。わかった、と言いたいけれど。葵ちゃん、どうしてそんなことを頼むんだい？それは、ハルトには忘れてほしいんです。覚えていたらきっと辛い思いをするから。わあ、そういうこと。ええー。そして僕はハルト君の記憶を消した。その後は葵ちゃんが二人きりになりたいと言ってね。僕は一旦外に出ると、手術に備え病院スタッフを集めた。そして葵ちゃんの元へ戻ろうとしたちょうどその時、研究棟が爆発してね。あの時少しでも遅かったら、そちらにスタッフを取られて心臓移植手術は危なかったかもね。まあどちらにしても僕みたいな新人の医者にできることはなかっただろうけど、結局僕が病院スタッフを連れて葵ちゃんの元へ戻った時にはもうかなり危ない状態でね。そのまま葵ちゃんは静かに息を引き取ったよ。悪いけれど戻った時にはもう話せる状態じゃなかったから、最後の言葉は聞いていない。でもおそらく最後までハルト君に話しかけていたんだと思う。葵ちゃんはハルト君へ寄り添うように横になっていたよ。そんな話聞いちゃったらまた泣いちゃうよ。うわー、悲しい。ありがとうございます。聞けてよかったです。うん。じゃあ僕はそろそろ一旦医院へ戻ろうかな。長いこと留守にしていると心配だしね。そうですね。それと、戻ったらまずはタイムリープ関連のものを全部処分しようと思う。これでもう本当に過去へ戻ることはできなくなる。誰も二度とね。ああ、それがいい。俺も戻ったらやることが山積みだな。ハルト君もいいね。はい、もちろん。今さらまた月曜日に戻りたいなんて言いませんよ。うん？ああ、月曜日じゃなくて。はい？やっぱり何でもないよ。忘れてしまっているのならそれが一番いい。え、ちょっと待ってください。気になりますよ。君が、ハルト君があの薬を飲んだのは月曜日が初めてじゃないってそれだけだよ。あれ？もしかして、7年前にも？あれ？
ああ。え？わ、チャプター38、過ぎ去った時間、エンド。え？ってことはどういうこと？え、上書き、記憶が、ん？記憶が上書きされた？あれ？思考、なんだっけ、回路が2つ？あれ？